何年だ優勝した年かかな、お立ち台でちょっと涙を流してしまった試合、開幕当初から、まあ、3割こそは打ってたんですけども、なかなかチャンスで打てなくて、チームの勝利になかなかこうつながるヒットが打てないという中で、確か延長12回裏、非常にこうなかなか点が入らない重苦しさといいますかね、そういう中で、まあ、僕のサヨナラでなんかこうファンの皆さんが、あそこまで、まあ、当然球場に残っててくれたっていうのもあるし、あと、まあ、こんな不甲斐ないといいますかね、打てなかった僕にあんだけ応援していただいて、お立ち台に立った時にあの皆さんの笑顔を見た時に、ね、なんかこう、まあ、ありがたいという気持ちとね、見ててよかったってホッとした気持ちとね、なんかそんな気持ちがこう入りまして、ちょっと涙をね、流してしまう、まあ、あの試合は今でもやっぱりあのお立ち台の皆さんの笑顔というのは今でも、頭の中に残ってますしね、ああいうのがあったのでまたその頑張ろうという気になれたっていう試合でもあったしね、それが今一番印象に残っている試合ですね。本当にあの北海道の方たちを、まあ、元気に、なってくれる、チームになっていってほしいですし、またあのやっぱりファンの方たちとね、共にやっぱりこの歴史というのはもう歩んできましたので、もうこれからもね、もう当然戦勝というのは通過点なのでね、ここからまたどん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 北海道の歴史をね、ファンの皆様と一緒に、築き上げていったらいいなというふうに思います。